バエー馬バエー英バエー級、ンチウ。1950年7月13日体は、中華民国の政治家、法学博士、ハーバード大学。中華民国総統、第十二代、第十三代を務めた。バエーの祖籍は、中国湖南省小探検、馬屋関であり、香港の旧流で出生した、外省人、関東省新選との資料もある。 五人兄弟姉妹の中で唯一の男児として育てられた。出生後間もない1950年、両親と共に台湾に移住し、台北市で育つ。身長177.6センチメートル、体重74.7キログラム国立台湾、大学法律学院法律系、法学部法学科卒業、中山奨学金の給付制として、ニューヨーク大学、 ロースクール大学院修士課程及び、ハーバード大学ハーバードロースクール大学院博士課を修了する。ハーバード大学在学中は、奈市富通信、ボストン通信という国民党系列誌の編集長に就任。博士課程修了後は、メリーランド大学法学部研究顧問、ボストン第一銀行法律顧問などを務め、また、ニューヨーク市内の法律事務所で弁護士として、 活動するなど法律家としてのキャリアを重ねた。在外経験から英語に堪能であり、CNN 記者との対談も自ら英語でこなした。一方、国民党と敵対する、広市緑連盟系の報道機関である、台北タイムズは、博士論文に1000箇所を超える英語の間違いがあったと主張している。1981年、期待したバイエ級は政府によって、 総統府第一局副局長に抜擢され、主に小渓谷総統の英語通訳、英文秘書を担当した。1984年に国民党中央委員会副秘書長。1988年に行政委員憲法改任委員権大陸委員会、陸委会工作基本執行秘書。1990年に国家統一委員会研究院。1991年には、 陸医会副主任委員兼スポークスマンに就任するなど行政経験を積み、同年国民大会代表全国区に国民党候補として選出されている。1993年に連戦が行政委員長に就任すると、馬英九はその要請を受け法務部長に就任する。法務部長在任中は、地方の汚職、不正政治資金摘発に落腕を振るう一方、 死刑制度に批判的姿勢を示した。1996年に行政院政務委員に就任している。1998年の台北市長選に国民党公認候補として出馬。多くの票を獲得して、当時の現職、陳水編、民主進歩党公認、前総統を破り当選した。2002年に再選され、2006年12月の 任期満了まで同職に止まった。台北市長時代は、台北市全域の無線弾の整備、下水道整備の普及、スポーツ施設整備などのインフラ整備に力を注いだ。また、市林官邸、七海官邸、マゴウン、宮邸、利国家内旧宮邸、玄野赤宮邸、厚市宮邸などの文化財保護事業に力を注いだ。また国民党主席の連戦が辞任を表明すると、 党内の高い期待を背景に2005年7月16日に行われた国民党主席選挙に出馬2回目の党員による直接選挙だが対立候補が出たのは初めてであったして37万5056票を獲得対抗馬の王金平立法委員長14万3268票を獲得に大差をつけて第4代国民党主席に選出された 当主席兼任を2005年末の23県市長選挙では国民党が14、親国民党系も含めると17ポストを獲得するなど地滑り的な勝利を得た。国民党内では若手政治家の筆頭となった馬英九を直相当選挙で候に立てる意見が高まったが出馬意思を表明した2007年2月13日に 台北市長時代の市長特別支出費の一部支出について横領容疑で起訴される事件が発生した。これを受けて、バイエは党への影響を避けるために国民党主席を辞任したが、裁判については争う姿勢を示した。一審の台北地裁、同年8月17日では無罪判決が下され、同年12月28日の二審、台湾交際でも、 無罪判決が下された。日清までの無罪判決を受け、バイエは2008年1月3日に起訴した、検察官を不当な政治妨害を行ったとして、告訴した。2008年4月24日、台湾の最高裁が検察の上告を帰却したことにより、バイエの無罪が確定した。裁判が続いていた2007年5月2日、国民党中央常務委員会は、 バエ級を総統候補として指名する意向を固めた。党内でも裁判中ということから賛否を分けたが、国民党主席も争った王近平立法委員長が辞退したために、バエ級指名が選択された。6月23日の党大会で正式に国民党の総統候補として公認され、副総統候補には当初王近平を指名したが政治路線が下りわず、 最終的に、小津村が元行政委員長を指名している。2008年1月12日、総統選挙の前哨戦とされる第7回、中華民国立法院選挙では、二審で無罪を勝ち取った、馬英九率いる国民党が、経済政策の失敗問われた民進党に圧勝し、単独過半数を確保した。総統選挙では、 民進党の社長邸陣営は1977年に取得したグリーンカードの所持、バエ級の一族による政治婚疑惑、暴力団との関係などを主張するネガティブキャンペーンを展開した。対するバエ級陣営はロングステート名打って台湾各地の農村地帯を訪れて回り、外省人ながら台湾語による会話を行ったり、発火として 発火後による演説を行うなど有権者と直接触れ合う気を増やすことで対応した。同年3月22日に総統選挙が実施され、社長邸の544万5239票、41.55%に対し756万8724票、58.45%を獲得して場 A 級の当選が決定した。 2008年5月20日、馬英九は第12代中華民国総統に就任。これにより、国民党は8年ぶりに政権を奪還した。中国側は馬英九当選を歓迎しつつも、短距離ミサイルの増設など高難を織り交ぜた姿勢を示せた。国民党公認の馬英九が総統となったことで、中台関係の行きどけが期待され、 台湾国内でも毛沢東のペーパーウェイトが発売され、中国国内でも同年に制作された国作映画の建国大名で蒋介石の愛国的面が描かれたことに蒋介石の孫で当時国民党副主席のが客観的な歴史評価と称賛して国民党本部で毛沢東の孫と面会するなど中退の友好ムードが高まっていった。中退関係の改善による 経済回復などを期待して当選直後に台湾ドルが10年ぶり高値をつけた。バイエ Q 本人も政権発足後から直ちに中台関係の改善と経済政策の重点化を掲げて全政権時代に制限されていた台湾企業の中国進出を緩和する意向なども示した。2009年7月26日に行われた 国民党の主席選挙にて285,354票、得票率93.8%を得て当選し、同年10月17日に正式に第6代主席に就任した。台湾経済の回復を進め、政権初期の公私自立につながった。2009年8月、台風8号が台湾を直撃するという過去最悪の台風による災害が起き、 500名以上の死傷者が発生する事態となった。この際に政府の被災地での救援活動が遅れ、台湾国民からの厳しい批判にさらされた。バイエ級は救援活動の不手際を認め、総当職の退任は否定したが、責任問題の追求には同意した。被災者が避難生活を送る寺院を訪れた際には、被災者の一人が総当と流暢言。 行政委員長は今すぐ辞任すべきだと叫ぶと会場から大きな拍手が湧いた。2009年12月に行われた台湾の統一地方選挙では災害への対応の悪さに有権者の不信感が広がったこともあり国民党は県庁ポストを原油の14ポスト国民統計無所属も含むから2つ減らす決に終わった。翌2010年1月に行われた 立法委員補欠選挙でも国民党が改選3選挙区の議席をすべて失う結果に終わった。前述の災害への対応の悪さに加え、課題として掲げていた経済成長も米国産牛肉の輸入解禁を合意したことなどが批判された。2月27日投開票の立法委員補欠選挙でも改選4議席のうち国民党は可憐権、県、 全区の一議席しか獲得できず、対する民進党は強固な地盤である、かよし県、2区、新築県、全区、桃園県、3区を獲得し、逆風が収まらない状況が続いた。2010年以降は、政権の立て直しを図り、引き続き、中国との関係改善と、経済成長を目指した政策を進め、2010年に、 台湾経済は10%強の成長率を記録、欧州債務危機で世界経済が混乱した2011年にもパーセントの成長率を達成した。また中台関係の回復を基調としながらも、三婦、台中統一、台湾独立、武力行使のいずれも行わないをスローガンにバランスを取った姿勢を見せ、親中、単中のいずれにも立たない中立派の支持を勝ち取った。 堅調な経済、外交政策で一定の支持を回復させ、2010年11月に行われた直轄市、台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市の市長選挙では、依然として民進党に押されつつも台北市、新北市、台中市の3都市で勝利して、現有勢力を維持した。年、一度目の当終了を踏まえて、 同年の総統選挙に再選を目指して出馬する意向を表明した。同年から経済成長が鈍化していたことや国民党から分派した新民党から出馬した曹操輸入が流れる可能性などから総統選挙では民進党の蔡秀文と終盤まで激しい選挙戦を繰り広げた。結果として懸念されていた曹操輸が惨敗を喫したことなどから 旧来の支持勢力をまとめ上げ、51.60%を得票して総統に再選された。同日に第8回中華民国立法委員選挙も行われ、わずかに議席を減らしたものの過半数を維持してこちらも国民党が勝利を収めた。再選後の内閣では民進党を離党した洋宗教が政権入りしている。2012年5月20日、 第13代中華民国総統に就任、2期目し、任期満了となる2016年5月20日に退任した。2017年3月14日、総統在任中の2013年に、当時国民党中で対立関係にあった王金平立法委員長の失脚を狙い、検事総長から報告を受けた、捜査情報を漏らしたとして、通信保障観察法違反。 秘密漏洩などの疑いで在宅起訴された。同年8月25日の地裁判決では相当の権限の範囲内だとして無罪判決となったが、翌2018年5月15日、台湾高等法院は職権を乱用したなどとして一審無罪判決を破棄し、懲役4月の有罪を言い渡した。また、7月10日には国民党主席時代に 当へのテレビ局などを不当に安い価格で売却し、約270億円の損害を当に与えたとして、特別背任などの罪でも在宅起訴された。1990年代前半、総統選挙を直接選挙にするか、委任選出にするかで、国民党内で議論となったとき、一貫して委任選出制を主張、直接選挙制に反対し、 民主化前の国民党独裁政権が言論、思想の自由を弾圧する法的根拠になっていた刑法第100条廃止が議論された際にも反対し、2006年末にはアメリカの雑誌のインタビューで終極的統一を指すと発言するなど保守派の人物と見られてきた。自身の出生地でもある香港を3度訪問しており、当県下行政長官は香港の迎賓館である 礼品府に馬を招いた。党長官は、返還前に海外へ移住した香港人が戻ってきていること、外資系企業の投資も増えていることなどを理由に挙げて、一国二制度は成功していると説明し、友好的な態度をアピールした。4日間の滞在中、洋子短麗な馬が、ホテル周辺を早朝ジョギングするが話題となり、香港にも市民の選んだ、 市長と憧れる傾向も見られた。ところが、2005年1月には入居を拒否された。馬は、香港大学での講演を要請されて、香港訪問を申請したものの、特区政府はビザを発給しなかった。当時、全国人民代表大会の開幕を目前に、中央政府は、半分裂国家法の制定準備を進めていた。この法律には、台湾独立を封じる狙いがあり、 馬がこれに反対する論説を発表したため、中央政府の不評を買って、香港入境を差し止められたと推測されたが、この時、特区政府は、被災を明らかにせず、曖昧な態度が非難を浴びた。総統選挙中の2008年3月18日、チベットで発生した大規模暴動について、中国当局を批判し、自らが総統に当選した際には、 北京オリンピックをボイコットする可能性を示唆した。また、投稿料から統一の文字を削除して、台湾の文字を新しく盛り込み、陶器役に台湾主体を明記している。一方で、北京オリンピックの開会式への当時の国民党、首席クレ・ハクユーの出席を認め、チベットのダライ・ラマ14世が台湾訪問の意向を示したところ拒否するなど、中国への一定の配慮は維持している。 さらに総統選挙に向けて、懸案事項である、経済問題の重視を打ち出し、経済上重要な存在である中国との間に、欧州連合、EU 加盟国同士並みに、関税、資金、労働力の自由流通を目指す、両岸共同市場を提唱した。総統就任後の2008年12月15日には、中国との間で、三通を実現させた。学生には、 奨学金の返還を求めない措置を講ずるといい、旅行業者には3通、中大間の通信、通称、通行の直接開放で空と海の直行便を定期化し、年間360万の中国人観光客を呼び込んで商売を繁盛させると呼びかけた。同年12月23日には中国から、ジャイアントパンダの、ダンダン、オスとマドカ、メスが、 台北市立動物園に寄贈された。2010年には中国と自由貿易協定である両岸経済協力枠組み協議を締結した。2012年には国民党中央委員会に中国共産党第18回全国代表大会へ初めて祝電を打たせ、習近平が総書記中国最高指導者の役職に選出された際は馬、自ら異例の祝電を送った。 こうしたバランス路線から、総統選挙では、三府、対中統一、台湾独立、武力行使のいずれも行わないをスローガンに掲げていた。しかし、総統に就任した後には、統一という選択肢を排除するものではないと発言したこともある。馬は228事件の犠牲者との和解をアピールする一方、228事件に関与した。 小解析の再評価も進めており、陳水変前総統は、小解析は台湾人を弾圧した独裁者と批判し、小解析を称えた中世記念堂の名称を変更したが、馬は政権交代後すぐに元に戻すことを決めており、228事件の犠牲者遺族から不信感を抱かれている。2014年3月18日、 海峡両岸サービス貿易協定に反対する学生が立法院を選挙する事件が発生。300人ほどの学生が議場を選挙し、立法院の周りにも数千人から数万人の支持者が集まっている。学生たちは協定の審議やり直しと、馬英級との公開討論を求めているが、馬英級政権は応じていない。2015年11月7日午後3時過ぎ、現地時間。 シンガポールのシャングリラホテルシンガポールで、馬は中国共産党の習近平総書記と1945年の小介石毛沢東による重慶会談以来の首脳会談を追った。中華民国と中華人民共和国はお互いに自らが中国で唯一の合法政府だとの立場を取るため、両岸の指導者同士として会談を行った。馬とならは国家主席。 総書記と総統の肩書きを使わず、日本語で三を意味する先生、先春と呼び合った。首脳会談では中国と台湾が不可分の領土であるという一つの中国の原則を確認し、交流を拡大することなどで一致した。台湾海峡情勢を安定させるため、当局間のホットラインを開設することも合意した。一方、同日総統ま前では、 中大首脳会談に抗議する市民のデモが行われた。学生時代に、長魚島、尖閣諸島寛解を主張する活動を続け、アメリカ留学時代の研究テーマも、長魚島の中華民国貴族を扱うなど、領土問題に関しては、非常に、日本に対し、批判的である。2005年6月の党首席選挙では、 長魚島の脱回のために日本とは一線を交えることも厭わない、戦う姿勢を見せて、日本を対話のテーブルに着かせるべきだ、2005年の沖縄近海における台湾領の抗議行動参照と主張した。党主席就任後の2005年8月には、南京大虐殺や尖閣諸島での日本の言動は、大陸、台湾双方の人々の心を逆なでする、国民党は将来、 尖閣諸島の問題解決に注力する。私は尖閣諸島についての専門的知識を持っていると発言した。2008年11月に尖閣諸島の領有権を主張する団体、中華保ずり協会が設立された際、祝辞を寄せている。また、2012年8月15日に発生した香港活動家尖閣諸島上陸事件の逮捕者とも過去には 交流があることが活動家側が認めている。日本による台湾統治にも厳しい評価を下しており、2005年9月頃、金祖賀立法院が日本が台湾原住民を強制的に高砂義勇体に参加させるなど原住民を迫害したとして、ニューヨーク市の国際連合本部での反日抗議活動のため台湾を出発する際、 見送りに訪れ3000米ドルの寄付を行った。2005年9月3日に中国共産党の古近東総書記が日本が台湾を侵略占拠していた50年間、台湾同胞は絶えず反抗し、65万人が犠牲となったと演説をした直後の2005年10月、台北228記念館にて日本の台湾統治50年間で、 計65万人余りの台湾人が殺害された、スピーチした。2006年4月、市林にある学務官僚遭難の日を問題視した。同年秋には国民党本部ビルに、抗日戦争勝利60周年記念の垂れ幕を掲げた。この一連の姿勢は2006年7月の訪日時に、日本側の議員や記者の注目を集めた。また、 治安面に関しても2002年1月、台北市などの風俗外スポットを紹介したガイドブック、極楽台湾司書房に対して抗議を行い、売春目的容疑の日本人を逮捕するなど、売春の需要側として警戒している。一方で、相当候補になってからは、従来の対日姿勢を軟化させつつある。台湾では、つながりが深い日本を敵視するかのような言動が、 見られる馬の反日姿勢が批判されることもあり、総統選挙では、自分は、地日派だと懸命にアピールする姿が見られた。南京大虐殺問題、尖閣諸島問題などの歴史認識については、許せるが、歴史は忘れないなど、間接的な表現に留めている。さらに、総統候補として、日本を訪問した2007年11月21日、 同志社大学での講演では、19世紀、20世紀の亡霊はもう過去のことだ。過去は、白と黒以外に、グレーもあるなどと述べるなど、日体関係を強化する必要を強調した。2006年には一度否定的な意見を述べた、日米安保条約も支持するなど歩み寄りの姿勢を示している。それでも、日本の政界やマスコミにはその真意を疑う声は根強く、 反日派疑惑の払拭に至っていない。その他、慰安婦問題についても、日本は謝罪すべきとの発言を繰り返している。2000年から始まった台湾の元慰安婦による対日訴訟運動や台湾扶助救援基金会にも積極的に関わっており、2008年には元慰安婦8人と会談した。2010年12月26日には、 台北市文化局と台湾富士を救援基金会が主催した従軍慰安婦対日訴訟に関する特別展でも日本政府は歴史の過ちに対して謝罪する責任を持つと発言している。2011年の東日本大震災の際は援助隊を送るなど積極的に日本を支援した。2012年の日本の尖閣諸島国有化に対しては 中国と共に報復措置をとり、中華民国行政院海岸巡防署の巡視船12隻と、ギラン県総王鎮から出港した漁船約40隻を領海侵犯させて、日本の海上保安庁と放火施となり、これを全力で漁民の安全を守った、長魚大が我が領土であることを世界に誇示したと絶賛した。 2013年には尖閣諸島周辺の北緯27度以北に暫定措置水域を定めた日中漁業協定に対抗して日本と日体漁業協定を結び北緯27度以南の創業を日本に認めさせた2015年4月に台湾で発生した産地偽装ラベル事件に関して日本からの全食品を対象に 産地証明添付を義務付けるなどの規制強化策を5月15日から実施した。真相解明に向けた当局の動きが規制緩和につながる可能性がある。場 AQ 総統は真相が解明され再発防止策が整えば強化策を短期で緩和するとの姿勢を示している。当局によると5月の強化策実施後、日本からの食品輸入量は最初の1週間は 重量で前週比約4割減少したが、その後徐々に回復し、実施前の水準に戻り始めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。